よし、続くらやっていきまーす。まだ先があるってことですよね。やっぱ最後はロロと出会うっつうか戦うんかな。そんな感じしかしないんだが、どうでしょうか。よし、おっとややこしい。何か腹に入れてもいいかもな。何か腹に入れてもいいかの、いいかもなって何ですか。あっちに宝箱あり。これでどうだ。こうするか。ガチャ。ここに宝箱。すごいじゃねえか。ここから出れる。取る。あと一個あるんだよね。こっち入る感じがね。攻撃全部取ったり。では行きますか、次へ。なんか最後の場所っぽくない？俺だけそう思うの。いやでもあの島があるか。アドルが、アドルだけが行ける島。あ、これはありますね。それじゃあ行ってくる。じゃあ一回お別れしましょうか。交代だ。はい、ここに来ました。とりあえず交代だ。これでいいのかな。ただいま感謝。これでいけると思う。この上に石があるんだよね。あ、取れた。取れた。普通にまっすぐ行きます。変わるぞ。力を合わせていくぞ。おお、なんだこいつ。強敵っぽかったけど余裕だった。マナよ。マナよ。ここに石がある。行くぞ。ジャンピング。どうだ。いっつ。ダイヤ。いけろ。このままでいいのか。宝箱は取りたいでござるよ。OK、これで門が開く。おお。やった、一発でいけた。あとこれは降りていいのかな。積んじゃいますよ。浄化完了を。まっすぐ。ボス部屋っぽい。ボス部屋っぽいよ。すごい。あ、でもそうでもない。ここは、
ここにロロがいたんでしょう。ずいぶん簡素な部屋だな。ええ、でもおそらくここがロロの資質だと思うわ。昔からあの人は部屋に必要なものしか置かなかったもの。そういや、リラもこの箱舟は初めてなのか。大洪水以降、私たちが一緒に過ごすことはなかったわ。ロロは住人たちと動植物の救助に奔走していたし、その間私は三将たちを食い止めるのに精一杯だったから。娘のラナもロロの部下に預けて、その後は。知っての通り、ロロが乗ったこの箱舟は行方不明に。娘にもその後一度も会うことは叶いませんでした。それは辛い。そうだったのか。じゃあここを調べれば何かわかるかもしれねえな、母ちゃん。ええ、ありがとう。95%ってことは、この宝箱取ったら、お、秘伝書結界術、あざっす。やった、ラッキー。リララナ、すまない。これは手書きの海図。ええ、それもキカトリクスの海図のようですね。このバツ印とメモは、虹とオーロラが交わる無意識の道か。今なら例の逃げる島が真っ先に思い浮かぶけど、虹や無意識の道ってのは心当たりがねえの。でもさ、ごちゃごちゃ考えるより罰印へ行けってことじゃねえのか。だな。海図を見る限りそう遠い場所でもなさそうだ。ええ、確かに二人の言う通りかもしれません。よし、決まりだな。サンドラス号に戻ってすぐに出発しようぜ。了解した。あ、新しい電書か。電書来ましたね。グリーガーの情報。はい、あれだ。あそこにサブクエあんだよね。はい、お、グンナル、お前槍使いだったな。
グリムソン。グリムソン強かったよ。なるほどね。OK だ。そういうサブクエか。で、ここにもハテナとか、なんかいろいろあるんですよね。ここにあるんすよね、びっくりマークが。行くか。怒りを下ろせ、上陸だ。ここまだ 100% じゃないんだよね。アシュレイだ。な、あ、竜宮の使い的な？イギルの使い。なるほど。なるほど。手帳に書き込んでおかないと。魚影じゃねえか。ん？商船みてえだな。どうやら商船のようだが、これは商船かな。気をつけて進もう。あ、商船だ。やばい海域だからな。お前らも気をつけろよ。はい、気をつけます。あ、石器ずってる顔。毎度ありだ。毎度ありだ。石器ずは買うぜ。小石ショットはいらないかな。次はどうするんだ。またどこ、また会おうぜ。そんで、まあ時間的にもこのサブクエやろうかな。うん、それじゃあ行こうか。うん。ノスフリート現れた。やりましょう。断る理由がないよね。やってみよう。やってみよう。謎のグリーガー艦隊。さあ、行こう。
いましたね。多くね？いやでも硬いっすね。さすがに強い。旋回して。うりゃ、これでどうだ。うりゃ。あと一機。気持ちいいんだよねこれ結構。撃て撃て沈みだよ。オーブン。そらそら。なんかブーメランみたいな飛ばしてきた。これでどうだ。これでどうだ。当たれ。うりゃ。うりゃ。もう撃ち放題。終わった。これで良き？あ、でっけえやつがいる。なんだか頭が悪そうだが。やるしかねえよな。厄介だな。雑魚処理していくか。オッケー。いいダメージ。はーい、お疲れした。あるんだろうねこれ最後。行きましょうか。ファルン島って言ってたよね。こ
ここか。あ、ここだね。ファルン島付近の。出発進行。いますね。ラーグ、今度はラーグ、ヨルズとラーグの船。ミレツさん、魚さばいてくれる人でしょ。この二人確かいい感じだったよな。あ、なんかあったな、その続きか。決心つきましたか。お前たちのおかげで、うん、若い頃の大切なものを取り戻せた気がする。まだまだ俺だって。親密度マックスになったか。本当の愛は自分の手で掴むもの、それが分かった気がします。もう私は逃げませんわ。なるほどそういう会話だったのか。ちょっと船の強化しようぜ、提案書いただいたんで。成果報告できるかな。できない。サンドロス号の準備。船のことなら。うわー、いっぱい出てきた。うんうん、こんなところかな。素材がねえな。サンドラスキャノン。うんうん、こんなところかな。うわー強そう。絶対強いじゃん。あとちょっと素材がね。うんうん、こんなところかな。こんなところかな。え、何限界突破って。あ、このサンゴ取りに行かんとね。これは確かね、海底神殿のところにあったよね。これは裏で取っとくか。次はまた装備したい。じゃあ成果報告じゃなくてサンドラス号の準備で装備、これだな。リロード時間が長いけど
極太レーザーが発射できると、ちょっと使ってみようぜ。次はそれじゃ。はい。よし、戦おうではないか。おピッカード。もうピッカード何もくれなくなった。後悔を続けるぞ。行くぜ。Ready, fight!え、長くね？オラオラ！沈みなよ。当たれ！体当たりだ！うおーうおー発射します。もう効かんけどな。ここだ。うりゃ撃て！オラオラ！オッケー。全然効かねえよ。体当たりだ。それそれそれ発射します。うわ、すごいすごいすごい。でも効かねえんだよ全然こっちは。これでどうだ。撃てー。うりゃ食らいやがれ。撃てー。それ行きますか。レボリューションバースト。火力エグ。マジか。うん。まあ真のね、黒幕みたいなのがいそうだけどね。黒幕っていうかボスというか絶対いると思うんだ。行こう。毒厄介。ザラ！協力！これでどうだ！先にこいつから。こいつから処理していこう。やるかよ！変わるわ！終わりだ！見切った！どうだ！はい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 。お前だけだよな。はい、お疲れ。うん、誰かの指示で動いてんだろうな。今度はオーズじゃない？はあ、こんなのが落ちてるんだ。どうなってんだ本当。おうおうおう。大津の船。もう誰の船かって覚えてねえよ。
俺ヤバすぎな。いてままでは。とりあえず雑魚処理からやっていくか。発射します。撃て。そらそら、オッケー、そらそら撃て。これでどうだ、これでどうだ、これでどうだ。はい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 、暴れ、はいはいはい、これでどうだ、これでどうだ。それ何よ、撃て。こっちは学ばり上がるんだ。おい、何まだよ。あつえいたような、いなかった。あー、いたような気がする。デスプレピエロお前が仕切ってんのか。そういや、いたな、こいつ。ずっといるから、ずっといるよな、昔から。いや、お前は小物臭がすごいから無理だよ。やばい、ゲスすぎるぜこいつ。お、蝶々。ちょしっかりやれよグレンって。さあさあ、ロメスもおるわ。ド派手にぶちかます。おー、こっちも。マナライドできましたよ。全員でやっちまえ。ディスピエロは、お前戦わねえの。お、そういう感じか。もう一回いきまーす。ザコは残ってた。うゆう。これ巻き込めるから本当強い。
はい。連携だ。ブルルルルル。Okay, level up. で、こいつらとこいつもやって。わあ、気持ちいい。気持ちよすぎな。ん？お。なんか乗ってら。融合しやがった。逃げるのか。あ、ナイス。あり？今だフギル。あ、本当お前小物だな。さあ決着といこうか。どうやら命が惜しくないようだな。お、強い。強いけど、あー、そこまで。当たんない、攻撃が。全然攻撃当たってないよ。デスピューンさん。これでいけそうだけどね。崩されたところで。ギギギギ。本当にうめえなこいつ。さよなら。最後ちょっとかわいそうだったな。うん、ほんとね、グリーガーって一体一件落着ね。何これ、滑るカイト。古の名剣を聞く、名剣を鍛える際に用いられるという極めて希少な鉱石。お、なんだろうな。んじゃあ切りもいいんでここで、切りたいと思います。あ、最後のブーツコー、すげえ力だったな。マジかっけー、この目で見ても信じられねえぜ。リラのマナを借りた攻撃、とんでもねえな。それにどこまでも深い海のマナ、あんなの人には到底扱えない、うん、マナ使いのあなたにはそこまで見えてしまうのね。私の力など大したことはありません。今は何をなすかが大切でしょう。はい、先を急ぎましょう。カージャ様を救うためにも。